栃木の那須というところに来てます。那須。このピークから海の0メーターまでこう繋いで、なるほど、はい、おはようさんです。寒い、雪です。雪、なんかとんでもないところに呼び出されてですね、ヤマップマガジンというウェブメディアのチームに急遽呼び出され、面白い企画があるっていうのでマガジンチームに聞いてみますので、どうぞ。どうも、あのヤマップマガジンの編集部になってます、石田と申します。ここはどこ？ここはですね、栃木の、那須というところに来てます。那須、まあ、那須といえば那須だけですね。那須だけ、はい、ヒゲさんといえば山から川、川から海をつないでこそのヒゲさんの良さがこう出てるかなといつも思ってたんですけども、やっと分かってくれたということだけど、まだいきなりなんで山なん、山からなん。そうですね、まあ、あのヒゲさん当然あれですけど、海って、うん、海の水ってどこから来てますか？自然が作り出したものだよ。原点は空だよ、空。空。あの世界、海から川ですね。海から川。川の水はどこから来てるかって言って、はい、山から来てる、ね。山から来てますね。それをこのピークから海の0メーターまでこう繋いでいく、うん。なるほど、はい。今回の趣旨でございます。その海へ行く前に、その水の一滴、その水が生まれる源流となってる山なんでしょ。はい、はい、そうです。じゃあ上に行くまではとっととロープウェイで行って、でそこからじっくり海まで行ってみましょうか ね、 そうですね、はい、じゃあヒゲチャンネル恒例のワープ行くよ。せーの、ワープ。この前初めてワープしてね、楽しかったな。ヤギちゃんとヤギちゃんとワープして、せーの、ワープ。スタート地点の茶臼岳に行ってみましょう、はい、今回ヤマップマガジン班に連れられて、通常と違うヒゲチャンネルでこの那須岳っていうところにやってきたんですね。ロープウェイを使っていくっていうので、もうサクッと 3-40分で登れるって聞いてきたけども、南国鹿児島を今日朝出たのに、こっちも雪ちらついてます。日本は全国長いですな。でね、耳もげそうになって、素晴らしいね眺望を楽しみにしてたんですけれども、全く見えなかったですね。片道何時間の片道ですか？頂上まで、頂上まで片道30分です。はだけど今回の目的っていうのは実は登山じゃないんですね。登山だけじゃなくて山、川、海、それを巡る旅っていうことで、実は通常なら頂上ピークがゴールなんですけど、今回は実はピークがスタートになってます。だから何も見えなくてもそこからがスタートっていう旅が始まりました。これまだ始まってないんだもんね。始まってないです。分かった、じゃあスタートまでもうちょいや、はい、よし頑張ろう。よし、ゴー。だけど途中で、ね、晴れ間も見えて、そこからちらりと川が見えたり海が見えたり、これでこのスタートで山、川、海つながる絶好のスタートが切れたと思います。じゃあこれから海へ向かってまず川を下ろうと思います。ということでヒゲさん、赤川のですね、いい河原を、昨日見つけましてね、これからが本番でですね、サーモンウォッチングという、だから酒がいるなんてね、はい、思わなかったよ。そうですね、正直ね、はい、あの信用してなかったの。信用して、今朝散歩してたら、はい、
鮭の死骸を見つけたでしょ。今日は今から下って鮭を探しに。そうですね、この関東で見れる。関東で見られる。だから昨日登った山の水源地、あそこからこの流れ出る川を下ってサーモンを見つける。それではいよいよ行ってみましょう。はい、はい、では行きましょう。よし、あっちに。はい、サーモン見つかりそうですか？あのサーモンの息吹は感じてんで、ただいかんせんこう船をね操縦しながらでこういうのもあるでしょ。だからなかなか撮影は難しいだろうね。釣りじゃないよ、本気だよ。いや、今までいろんな川下ってきて、まあ、北海道から鹿児島まで下ってでね、若い時はアラスカの川とかまで下ってたんだけど、だから大体その日本にある川っていうのは自分は知った気になってたんですけれども、今回この中川を下って実は一番感動したのは、もちろん鮭とかっていう要素もあるけれども、ここの場合は川だけじゃなくてそこを取り巻くこの里山。普通日本の川だとどうしても川の近くっていうと植林だったり素敵な森っていうのは非常にもうどん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 人が住んでるから少なくなってるけれども、この中川はもう今目の前に見えてる両岸とも、その今ちょうど紅葉が綺麗な落葉紅葉樹の森になってて、だからなんかふと思ったのが、今令和の時代に自分たちが見てる森を多分100年1000年大昔の人たちも全く同じ景色を見てるんだろうなと思うとちょっと感慨深いですよね。いやー、いい川でしたね、ヒゲさん。一部小枝だけだけども、はい、こんだけね自然が残っててね、うん、川も森も最高だね。いや、肝心のあれ見えたんですか？一瞬見たね。それ間違いない。もう鯉じゃないよ。鯉じゃないですか？あれは鮭。あ、本当ですか？あれは間違いない。フォルムが違ったもん。小林カメラマンも見てたんですか？はい、見ました。同じ、多分同じの見ました。見てるから。ただやっぱりまだこれじゃ物足りないから。物足りない。やっぱりこう山、川、海だからね。 海、 そうですね。海を感じられるところまでちょっと移動して、はい、はい、行けるところがあれば。そうですね、はい、はい、OK。ということでですね、我々茨城県ひたちなか市、那珂湊というところに、着きまして、ここがですね、那珂川、那須岳から150キロ、終点地点でございます。来たね。はい、海だね。茶臼岳。茶臼岳、はい、をスタートして、で今度は川下りで那珂川をパックラフを使って下って、途中でね、キャンプしたりで、こうやって海までやってきましたけども、残念ながら鮭の姿をバッチリは見てない。天然の奇跡の鮭に出会おうなんていう考えが甘かった。ただもし自分が鮭に生まれ変わったら、この那珂川に帰ってきます。それだけは今回の旅ではっきりと言えると思うので、ただせっかくだから次回ですね、チャレンジするときは源流からここの海まで人力で。人力でやっぱそうですよね。途中でランクルとか使っちゃったもんね、今回ね。源流から河口まで150キロ人力でチャレンジしたいと思ってます。わかりました。はい、お供いたします。わかりました。それでは、お供するかどうか俺が決める。その時のメンバーは会長、会長ですよ。会長、はい。
街道じゃない、この関東で先ほど感じられたっていうことが次の収穫だと思います。せーの、お疲れさん。So I'm playing the game. And so, heartbreaker, I've been working you out. You made loads of mistakes, but none that you talk